はい、こんにちは、高野です。え今日はですね、この、プログレードの CFX プレスタイプ B の4.0ですね、のカードをこの間のプライム感謝祭の時に買ったんですけど、これを、えっ、ー、と、今まではですね、このプログレードのサンダーボルト3対応のやつですね。これですね。これもう1、2年使ってて、何回かこう机の上から床に落としたりとかして、 なんか結構ボロボロになってきてるんだけど、動作自体は何の問題もなく使えてるんですけど、ちょっと見た目がちょっと悪くなってきてますが、実際これで使った時に読み込みとですね、書き込み速度が、この CF-Express 4.0の本領を発揮できてるのかなっていうのが疑問だったので、こっちの、この4.0の CF-Express Type-B のカードリーダーも買ってみました。 というわけで今回はサンダーボルト3のカードリーダーと USB4.0 のカードリーダーで読み込みと書き込みのですね速度を比較してみたいと思いますいろいろ探してみたんですけどこの2つで動作検証している動画とかがなかったんでちょっと作ってみることにしました簡単にカードリーダーのスペックをですねお話ししておくとこのサンダーボルト3の方は2020年の3月に発売されて 発売当初の価格は15,244円でした。で、最大転送速度は4 0ガ b p s ギガバイトパーセカンドに直すと、これは5セカンドですね。で、これ、プログレードが出しているリフレッシュプロっていうですね、アプリがあるんですけど、それには非対応です。で、こっちの USB 4.0の方は、2023年の9月に発売されました。 発売当初の価格は15,200円ですね。ほぼ一緒ぐらいの価格ですね。で、最大転送速度は 40GBps。サンダーボルト3と一緒ですね。で、こっちの方はリフレッシュプロには対応しています。リフレッシュプロもね、なんか結構使えるアプリみたいなので、で、うちは Mac を使ってて、それで今度試してみて、いい感じだったらですね、また動画で紹介したいと思います。 で、今回計測するのが、この CF-Express 4.0 Type-B のゴールド。これ最大読み込みがですね、3400MBps。最大書き込みが3000。持続書き込みが850なんで、ものすごいスペックなんですけど、で、実際これもう1週間2週間普通に使ってるんですけど、あのね、これね、今まで使ってた、えっと、ちょっと待ってね。<laughs> 今までの CF-X プレスタイプ B 持ってたのはこの3つなんですけど、あのね、この3つ全部と比べても、写真を読み込むときにこれを接続してライトルームを立ち上げて、読み込みをしたときにサムネイルがバーッと表示されるんですけど、これね、めちゃくちゃ速いです。この3つは大体同じくらいの体感速度だったんですよね。写真が何千万円も入ってる場合に読み込みが結構遅く感じてたんですけど、これはね、圧倒的でした。ちょっとびっくりした。 で、動画を転送するときも体感的にはこっちの方が結構早く感じます。使ったことがない人はこれ僕、激しくお勧めします。めっちゃいいですよ。ちょっと前置きが長くなったんですが、これ開けていきます。あ、これこれ。リフレッシュプロ。で、これ説明書。ユーザーズガイドですね。 あ,あ、ちっちゃいですね。で、これ、スロットは1個です。で、ここに、USB4.0 と書いてありますね。で、背面。背面ね、こう、マグネットになってるので、MacBook の蓋とかにペタッとくっつきますよ。で、同梱物が、あ、これ、アイアンプレートですね。これ、背面にこれ。 ほら、ペタッと食ってきます。以前のやつもちゃんとマグネットがついてたんで、一緒ですね。で、これが USB4.0 のケーブルです。結構しなやかなタイプのケーブルですね。で、ここにプログレードって書いてあって、40GBps、240W 対応してますね。で、大きさ比較。わこんなに大きさ違うね。<laughs> すごい。こっちね、なんかかなりこう、プラスチッキーな感じがね、してて、ちょっとね、こう、たまにこう、きしんだりする音がね、聞こえてたんで、剛性感はあんま良くなかったんですけど、こっちはね、あカッチカチですよ。しっかりしてる。ああ、これいいね。で、デザインもちょっとね、グレーっぽい感じになって、なかなか質感いいですよ。 早速パソコンにつなげて速度テストをしてみます。まずは Thunderbolt3 の方から行きますね。CFExpress 4.0のカードを差し込みます。で計測するのはこの BlackMagic のディスクスピードテストを使ってやっていきますね。でこれ 5GB に設定してスタート。 ちなみに他のやつもやってみましょうかえー次。次プログレードのゴールド昔のやつですね。1テラバイトですね。行きます。 次プログレードのコバルトスタート早いこれで次がエンジェルバードのやつですねエンジェルバードもなかなか早いね うんえ次こっち USB4.0 でやっていきますねプログレードのゴールド4.0のやつですちょっとドキドキするねいきますおお早い 読み込みが。書き込みはそんな変わらないですけど。読み込みは圧倒的に早い。次、プログレードゴールドの1セラバイトですね。 次プログレードのコバルトですね。次最後エンジェルバードですね。 はい、最終的な結果はですね、こんな感じになりました。まず一番目のプログレードの4.0ゴールドをですね、今回買ったやつ。書き込み自体は USB4.0 のカードリーダーでもそんな変わらないんですけど、読み込みがね、1400から2600っていう風にボーンと上がってます。で、その他、3番のプログレードのコバルトですね、こっちは逆に読み込みは変わらないんですけど、書き込みが 1200から1400に上がってますね。これ誤差の範囲かなと思って何回か試したんですけど、確実にこれ上がってました。で、正直な話、この USB4.0 のカードリーダーに関しては、この新しい CFX プレス4.0のゴールドね。これで、あんまりこう、サンダーボルトのこのリーダーと変わらなければ、もう返品しようかなと思ってたんですけど、あのね、これだけ早く読み込みが倍増まではいかないですけど、これだけ上がってるので、 これはね、さすがにちょっと使い続けたいなというふうに思いました。で、なんか他の方のね、なんかレビューを見てたら、このリーダーのですね、この4.0のカード以外でも、なんかこのリーダーを使うとスペックが上がるみたいな感じで話されてる方をなんか聞いた記憶があるんですけど、うちの場合はこのプログレードのコバルトだけでしたね。スペックが上がったのもですね。 まあ元々のこのサンダーボルト3のカードリーダーが優秀だったっていうのはあると思うんですよね。あとこっちの USB4.0 の方はリフレッシュプロのアプリにも対応しているので、こういったプログレード系のメモリーカードのメンテナンス的なこともできるみたいなので、それはちょっと後日試してみたいと思います。今回の動画って結構ニッチな感じなので、 このサンダーボルト3のカードリーダーを持ってて、この4.0にね、買い替えようか迷っている人だと結構刺さると思うんですけど、あ、でもこの4.0のスペックを知りたいっていう人には刺さるのか。うん、そうですね。この4.0のカードリーダーは、えー、このプログレードの新しい4.0の CFX プレス 5B のカード。これを持ってたら絶対に使った方がいい。えー、この組み合わせですね。うん。えー、今回の動画でプログレード、 え、もっと欲しくなったよっていう方は、え、高評価と、あとチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。え、それでは今日はこれぐらいで終わります。バイバイ。